フィロは、中東やバルカンの料理において、バクラバやブレク等のペーストリーを作るのに用いられる。非常に薄く、イーストを含まない生地である。ギリシア語で、葉を意味するファイラムダラムダという言葉に由来する。多くのフィロの層を重ね、オリーブ油を塗った上で焼いて、ペーストリーを作る。現在主流である生の生地を紙のように伸ばす製法は、オスマン帝国時代のトップカップ宮殿が発祥とされる。 バクラバはおそらく疲労を用いる最初の料理であり、13世紀の書物に登場する。トルコ料理では、ユフカ、エジプト料理では、ゴラッシュ、アルバニア料理ではフリー、または、フリアなど、多言語、多文化で使用される料理素材であり、様々な名前で呼ばれている。小麦粉、水、そして少量の油、または、酢から作られるが、 デザートに用いるものでは卵黄を加えることもある。手作りするには小麦粉を常にふるい続けながら一枚の薄く大きいシートに伸ばすことが必要になる。フィロを自動で生産する機械は1970年代に完成し、現在市場に出ているものはほとんどが機械で作ったものである。生のものや冷凍のものをスーパーマーケットで購入することができる。 ペーストリーを作るときには、フィローを薄く伸ばし、オリーブ油、または溶かしバターを塗って、層を重ねる。パフやクロワッサンでは、複数の層を厚い生地の層に重ね、何度も折りたたんで伸ばすことにより、薄い生地を作ることができる。非常に薄いペーストリーのシートは、北アフリカのマルスーカのように、生地の塊を熱した面に押し付けて作ったり、 南インドのプーサレクルーのように非常に薄い生地を焼くことによっても作られる。層を重ねたり、畳んだり、巻いたり、ひだをつけたり、また様々なフィリングを入れたりして様々に用いられる。フィロを使う有名なペーストリーには以下のようなものがある。ありがとうございます。